ちの方、うん、これ最後、うん、まあ、いや10番にはなってないこれ。知らなかったら調整やめる、うん、じゃなくて違うとこに時間的に厳しいかも。外で撮る、外で、外で、後で撮るから、いらないの？アスパラ豆腐ね。はい、じゃあいいそうです。違う、アスパラ豆腐でいい。取るの？じゃあアスパラ豆腐を取るんでしょって。うん。それに。なんか違うってね。アスパラ豆腐。なんか違う。はい。で、Bの豆腐とアスパラ豆腐。じゃあアスパラ豆腐と私のトマトサラダ。はい。なんかもっとどかすからさ。うん。お二人様からさいで。マジでもないの？ん？うん。食べていい？いいよ。あ、ついた。切れ。うん。子供の時に来ててもこれはさすがに食べてないだろうね。子供はやっぱり子供の時に来ててもアスパラ豆腐は食べてないよ。アスパラ豆腐じゃないの？あ、うん、アスパラが、ね、白いアスパラがあったの。
今胡椒入れたんだよこれ。そうそうそう。いいや。いい？どうも。上食べちゃっていいから下は食べないで上食べちゃう。デリカタ4人様ではないです通りをね、うん、あ、こっちがいいかっこいいじゃん、ここほら、見てこれ、ほらうん、かわいいこれグッチだよグッチだ手に見てる、これこの帽子かわいいのねえうん朝から来たらグッチもかわいいよね、でも大きいから何が出てるのね、うん、パンツのデザインじゃない、これいくら、だって10万、10万、10万とかうわ今高いもん、いや買ってやれない買ってやれるかと思ったら買ってやれない、今バッグも高いからね、でも前から見て歩けるもんね、うん、こんな気が抜けるやっぱりやっぱり少しやっぱり行ったり来たりが良かった、とりあえず降りて左でドア開けるからいい、はい降りて、じゃあベッドの方でも濃かった最初ちょっとね、最初ちょっと濃かったって言って少し後半薄くしててたんですけど、あそうです、メガネかけてますから濃くてもいい、濃くてもいいです、うん、わかりました、私メガネなしないから、あ本当、うん、だから眉毛は薄いと、うん、メガネで壊れちゃう、うん、わかりましたはい、うんうん、いつもの感じ、そう、うんうん、私はその方が好きなんだけど、うん、そしたらじゃあちょっと茶色に、うん、私はその方が好きなんだけど、うんうん、茶系の方がいいね、茶色だったら濃くても、うん、大丈夫だから、うん、しっかりやった方がいい、ね、はい、ちょっと茶色で今回やっててみましょうか、その方がいいと思います、ね、わかりました、すみません、はい、ね、あるね、うん、朝ちゃん、この色良かったね、ね、これしてもらってよかった、ね、これで半分ぐらいになるわけ、半分ぐらいになります、さっき見たぐらいまで薄くなります、あそうです、1週間経つと、ちょっとね、縮まる感じ、いい感じ、いい感じです、でもね、もういい感じ、生まれ変わったなんかすごいいい気分、この後ちょっと冷やすんですけど、大丈夫です、結果大丈夫です。ですはい。わかりました。まだやってる。はい、いやあ良かったです。もうね来てもね、はっきりしたね。そしてあれじゃない、フレームのないメガネも似合うようになるんじゃない。そうだね、あれそう眉毛なかったからさ、そうね、なんか足りなかった感じしたけど、ね、うん、そうだ。明日からはあっちでもいいかも。あそう。うん。明日しか楽になるな、うん、眉毛は毎日毎日変わっててさ、通るところだったらめちゃくちゃ行くわさ、お手洗い来たぜ、あ、これがいい、サンドイッチ、本当だがいい、これがいい、
あたしこれない。彼女とって、あたしが、うん、エビこれでいたから。いいじゃない。あたしエビ、エビカツとどっちがいい？あ、ゆうちゃんは？私アップルパイとコーヒー。うん。アップルパイ好きだっけ？うん。あんこパイね、すみません、遠くからいやー、これ羊羹が入ってるんだ写真よりでかいお母さん、よかったねよかった、うん、どうですか、お母さん、好みの、うん、大好き大好きな濃厚そう海のやつのグリルが美味しいの。美味しい。ここの美味しいのが降りてきたから全然美味しい。じゃあ上で作ってんの？多分ね、三で四階がもっとちょっと高級レストラン。だからなんか集まりとかする。三階はね、三十分でランチになっちゃう。出しました。ラーメン三階。ねえ、朝こう、これがいいじゃん、うん、卵嫌だから卵だベイクドカレーねうんこの、これ4つ買っていいうんあるある、もらったそうこれ、これベイクドカレーだけでいい、うん、こっちでしょこれ卵が入ってるよ、うん、卵が入ってるそれだけなのそれ4つあといらないのうんこと、ちょうどそこでもあるからこれはダメようんおんちゃんこれは取ってた。うん。今来るから。